맘에 띵! 로켓 더 하샤! 고호댄? 응! 엔진을 3단이 分けたのは 燃料가 なくなったエンジンを捨てて 重量を減らすためさ! そうすれば速度が速くなる! 本当だ! 速くなった! そうだろ? だからロケットがあんなに多かったのね! でも速度を速くするためにこんなことする必要があるの? 少しゆっくりでもいいじゃない! 追いかけてくる人もいないのに! ダメ! 地球の重力に勝つためには高速じゃないと! 絵を見て! 秒速7.9キロより速ければ 地球の外の軌道をぐるぐる回ることができ 秒速11.2キロより速ければ 地球の重力から抜け出して惑星に行くことができる! もし7.9キロより遅くなれば? 地球に落ちてしまう! なら速度だけ速くすればいいんじゃないの? そうだ! でもその速度が問題だ! 高い技術力が必要なんだ! 1時間30分あれば地球を一周できるぐらい! 国ごとにロケットの数や燃料の種類が少しずつ違うけど 普通は2段エンジンまで使って地球から離れることができる! 宇宙では残りの3段エンジンで十分なんだ! コロン、ポロン! 君たちが2段エンジンを外して! うん、やってみる! やった!外れた! わあ!落ちた! 3段エンジンを作動させるんだ! 液体酸素と燃料を混ぜて! 行こう!宇宙へ! 次は3段エンジンだ! 2人とも頑張って! から本当に宇宙へ! わーい! 成功! わー、いつ見ても綺麗だ! ね? お姉ちゃん? うん、すっごく綺麗! あ! わー! 人工衛星がこんなに多かったの? ああ、資料によって違うけど 地球を回る人工衛星が1000以上もあるそうだ! へえ、そんなに多いの? 人工衛星? 人工衛星って何? 何であるの? ポロン、人工衛星はいろいろな目的のために地球の周りを回っているものよ! だからその目的は何? 目的はいろいろだから… 僕は科学衛星! 地球と宇宙の変化を観察して研究する仕事をしている。私は測地衛星。地球と地表面の正確な形と位置を調べて地図を作るんだ。私は通信衛星。地球から送られる信号を受けて伝える仕事をしているの。衛星テレビは私がいるから見られるのよ。あ、ロケット! 僕たちと一緒に来た人工衛星は僕たちが乗せてきたのは軍事衛星だ他の国を偵察するためのものさあ、目的地に到着したそろそろ人工衛星を降ろさないとゆっくりゆっくり任務終了え?あれ?どうしたんだ? ロケット、急にどうしたの? 人工衛星がドアの隙間に挟まったみたい! え?
登録してね。